おばた酒造株式会社は、新潟県佐渡市に本社を置き、日本酒の製造を行う企業である。代表銘柄、間の鶴。おばた酒造の代表銘柄い八百1892年、おばた余造作により創業する。モットーとするのは、四宝は上。酒造りの三大要素と言われる米、水、人に生産地である佐渡を加え、四つの宝の輪を持って、醸す、と意味する。 2009年より普通種の製造を廃止、米の柔らかいうまみを生かす酒造りを追求する。使用する酒米の中には、時と暮らす里造り認証米や、佐渡の柿殻を活用した柿殻農法による酒米などがある。2003年より海外展開を開始。現在15カ国に輸出。また、エールフランス、ベトナムエアラインなどのファーストクラス。 ビジネスクラスの機内酒として提供されている。2010年に廃校となった、旧西三河小学校の校舎を2011年4月より、借り受け、新たな酒蔵に改装する。オールサドんを目指し、酒米に加えて、酒造りのエネルギーも太陽光パネルを設置し、電気に関して100%再生エネルギーを取り入れる。日本酒造りを学ぶ研修施設としても、活用している。 また、学校像の特別授業では、もたにこうす出口おさむめいし、げんだゆなどを講師に迎えた1日限りのワークショップを開催している。企業理念は、向上心。ひ島県 Facebook。2016年2月29日閲覧。おばたるみ Facebook。2016年2月29日閲覧。AB。学校像プロジェクト。 Facebook 2016年2月29日閲覧。読売オンライン2014年2月21日廃校舎で酒造り学ぶ新たな交流の場に佐渡小畑酒造廃校を改装し酒蔵に小畑酒造学校造プロジェクト。YouTube 2016年2月29日閲覧。廃校が太陽光発電で蘇る 佐渡の酒造りに見るエネルギーの地産地消。マイナビ。2016年2月29日閲覧。紙面も酒も、極上辛口を目指して、酒造りに記者が挑戦。産経新聞。2016年9月30日閲覧。学校像 X 産経新聞で醸した、辛口産経がデビューいたします。Facebook。2016年9月30日閲覧。 学校で酒を作ってみる時の島から、産経新聞、2016年9月30日、学校像の日本酒塾、産経新聞、2016年9月30日閲覧、ありがとうございます。